Hello, Minasan. This is the Bookmaker Podcast with Kiyosaki Tamiyoshi, aka Mr. Bookmaker. Anata no source for the online sports Gianburu kyokai 24-7. Kwashkawa Bookmaker Joho Kyoku okensaku. Or subscribe to this podcast on iTunes. -de wa, here's your host, Kiyosaki Tamiyoshi. Minasan konnichiwa. The Bookmaker Podcast with 清崎民義をいつもお聞きいただきありがとうございます。ナビゲーターを務めます、ブックメーカースポーツライターの清崎民義です。このポッドキャストでは、海外のブックメーカーに関する情報や最新オッツ、スポーツニュースなどを交えながら、ブックメーカーの面白さ、魅力を私、清崎の視点からお伝えしているものです。まだまだ日本では、 ブックメーカーについてほとんど知られていませんので、このポッドキャスト並びにインターネットサイトであるブックメーカー情報局から様々な情報を配信しております。どうぞ今回もよろしくお願いいたします。ということで、ね、このブックメーカーポッドキャストもですね、8月最後の放送となりましたが、皆さん、夏バテは大丈夫でしょうか リオ五輪が終わって、日本とリオとの時差がですね、12時間とですね、もう全くの真逆の生活になってしまってですね、まあその生活にどっぷり浸っていた方というのもですね、結構多いのかなというふうに思いますが、ちょっとね、一息した今頃にですね、疲れがドーンと来たりして体調を崩されるというパターンが結構ありますので、ぜひね、えー、体調管理だけはですね、十分に 注意していただければな、というふうに、えー、思っております。まあ、リオオリンピックが終われば、次はサッカーということで、日本のテレビ、ね、まあ、テレビ朝日のことなんですけども、ではですね、リオ五輪のメダリストに、このようなですね、言葉、ね、リオオリンピックの次はサッカーだ、みたいな、ね、言葉を言ってもらってですね、2018年のロシアワールドカップのアジア最終予選、 がですね、9月の1日に日本はアラブ首長国連邦、まあ、いわゆる UAE と言われますが、と埼玉スタジアムで対戦しますということになりますね。負けられない戦いがそこにはあるというようなね、戦いがですね、まあいよいよその戦いの火蓋が切って落とされるということになります。もうあと2日後ですからね、もうあっという間ですよ。 で、えー、25日にですね、初戦の UAE 戦、そして、えー、6日に行われる第2戦ですね、の対戦の、えー、日本代表メンバー24人が、えー、発表されました。ここでちょっと簡単に紹介しておくと、ゴールキーパーは3人で、西川、東口、そして林の J リーグ所属の3選手。ディフェンダーは坂井宏樹、坂井光徳、長友、大田、吉田、 のヨーロッパ組5人にプラスで、牧野、森重、正治の、えー、J 組の3選手の計8名。ミッドフィルダーはキャプテンの長谷部、香川、清武の欧州組に山口、柏木、そして、オ五輪日本代表にも入った大島の計6選手が。フォワードには、本田、宇佐美、原口、岡崎、武藤、浅野の海外組に、 川崎フロンターレの小林が唯一国内組として加わって、計7人ということで全24名がこのような陣容となりました。日本代表の、えー、24名中14名が海外、ヨーロッパ組で、えーまあ、構成されておりまして、まあ、ハリルジャパンは現在国内で合宿を行い、6大会連続のワールドカップ出場に向けて入念に準備をしていると。 いうような段階となっております。で、えー、そのハリルジャパン、日本はですね、グループ A にですね、アジア最終予選を入りまして、9月1日の UAE 戦を皮切りに6日にアウェイで対戦。10月に入って6日は再び埼玉でイラクと、11日はアウェイでオーストラリア。そして11月15日にはホームでサウジアラビアと2016年年内はですね、 戦うことが決定しております。そして、このアジア最終予選はですね、来年の2017年9月5日までの約ね、1年間にわたってですね、長い戦いでですね、どこが、えー、ロシアワールドカップのね、切符を手にするのかという戦いがですね、ずっと続くわけですね。で、えー、まあ、リスナーの皆さんの中にもですね、日本はどうやったらワールドカップに出場できるのとですね、ちょっと疑問に思っている。 方もいらっしゃるのではないかと思いまして、簡単にね、えー、日本がワールドカップに出場するためにはということで整理しておきたいなと思います。まあ、アジア最終予選はですね、日本が入っているグループ A とですね、もう一つグループ B というものがありまして、まあ、二つのグループに分かれておりまして、9月1日からですね、まあ、一年間にわたって戦いを繰り広げることになります。で、それぞれホームアウェイ形式で試合を行ってですね、 そして、各グループ上位2チームが、ワールドカップ出場権を獲得することができます。そして、グループ3位になりましたらですね、まあ A と B とグループがありますが、3位同士でですね、アジアプレイオフというものを行ってですね、まあそれに勝利したチームが、北中米カリブ予選の4位のチームと大陸間プレイオフに回り、それに勝てば見事に、 ワールドカップ出場ということになります。まあ、ということでですね、まあ、アジアからは最大で5チームが出場できる可能性があるということが言えます。だいたいね、まあ、簡単に説明してきましたが、ね、お分かりになられたでしょうか。そしてね、えー、ま、サッカー好きな方々にはですね、もう皆さんも今はね、CM なんかでも流れておりますので、まあ、語り継がれている まあよく知ってるよという方も多いんじゃないかと思いますが、1993年のドーハの悲劇や日本が初めてですね、ワールドカップ、まあフランス大会に出場を決めた1997年のジョホールバルの歓喜などですね、日本代表は水も甘いも、このアジア予選でですね、経験して、その上で5大会連続で現在はワールドカップ出場を果たしているということになっております。 6大会連続出場を目指してハリルジャパンはその最終予選にこれから挑んでいくということになってきます。えー、それでですね、まあ、9月1日にですね、まあ、運命の第1戦ですね、が午後の7時35分、日本時間ですね、にキックオフを迎える日本対 UAE の注目の対戦オッズをですね、ブックメーカーのマラソンベッドが発表しておりまして、 注目のオッズですが、えー、日本勝利が1.32倍、ドロー引き分けが5.5倍、UAE 勝利が11.5倍と日本が圧倒的有利とブックメーカーは予想しております。日本はですね、ま、あ2015年の1月のアジアカップで UAE と一度対戦しており、その時はですね、1対1のドローとなっておりまして、ま、あオッズさほど 簡単な試合にはならないのではないかというふうに私は見ております。そしてですね、まあ、グループ A はですね、全、日本を含めて全部で6チームありますが、これ、他の国の試合もですね、非常に見ながら戦っていくということがですね、非常に私たちファンにとってもですね、重要なのではないかというふうに思います。 それで、えー、まあ、ね、グループ A のその他の試合のオッズもですね、このマラソンベッドが発表しておりますので、ちょっと見ていきたいなと思いますが、まずはオーストラリア対イラクはですね、オーストラリア勝利が1.33倍、ドローが5.5倍、イラク勝利が10.5倍と、こちらもですね、まあ、ホームのオーストラリアが有利というような見方が強いようです。 グループ A の申し合であるサウジアラビア対タイはサウジアラビア勝利が1.45倍ドローが4.55倍そしてタイ勝利が8.2倍とこちらもホームのサウジアラビア優勢との見方が、えー、強くなっているというような状況です特にですねこのタイはですね9月6日に日本が次にね UA e の次に対戦する相手でもありますので、ね、非常にこのサウジアラビア対と,という試合もですね、まあ注目しながらですね、見ておく必要があるのではないかなというふうに思います。まあこれらのですね、グループ A の初戦のですね、対戦オッツからもわかるように、どうやらこのグループ A はですね、日本、オーストラリア、そしてサウジアラビアを中心に、 ワールドカップ出場権を争うことになるのではないかというふうに考えられますね。日本としてはまずはホームの埼玉スタジアムでの UAE 戦は税が非でも勝ってですね、リズムに乗っておきたいところですね。日本のワールドカップアジア最終予選は9月の1日午後7時35分にその戦いが、えー、スタートいたしますので、ぜひね、 えー、まあね、皆さん、スタジアムなり、テレビなり、いろんなものでですね、まあ見ていただいてですね、まあ熱狂していただけたらな、というふうに思います。さて、続いては、テニスのグランドスラム今季最終戦を飾る、全米オープン2016の話題といきましょう。えー、この全米オープンは29日に、えー、開幕いたしました。 そして、えー、この全米オープン2016についてはですね、すでにブックメーカー情報局の最新記事で詳しいことを非常に、ね、書いておりますので、ぜひね、まずはそちらをですね、まだ読んでない方はですね、一読いただければなというふうに思います。そして、えー、29日にですね、早速女子シングルスの1回戦が行われて、18歳の大阪直美がですね、第28シードのここ、バンダウェイ、 アメリカの選手ですね。をストレートで破り、全米オープン本戦初出場を白星で飾りました。いやー、すごいですね、この大阪選手は,はー。いきなりシード選手を破るっていうのはなかなかできないことですよ。で、えー、この大阪はですね、今年の全豪オープンでグランドスラムの本戦初出場を果たすと、全豪オープンと全仏オープンではですね、3回戦まで 女子シングルスで進出するなどですね、もう大物ぶりの片鱗を早くもですね、世界に向けて発信した,みたいな。まあそんなですね、なんか大物ね、強さをですね、見せつけておるなと思います。まあ彼女自体もですね、実に日本選手では非常に大,大きくてですね、180センチもあると。まあいうことで、まあね、非常に 今後の日本のテニス界、女子テニス界をですね、引っ張る存在になっていくのではないかなというふうに思っております。そして、今回の全米オープンでもですね、台風の目の一つになるのではないかなというふうに私は思っていますが、本当にね、えー、日本の女子の選手でですね、非常にこう注目株がまた現れてきたなということで、えー、私自身も非常に期待を持って、えー、見ております。 で、え、この大阪選手は、2回戦で、え、マリア・サカーリ、ま、あギリシャの選手ですね、と、ドゥアン・インイン、これは中国の選手となるわけですが、この勝者と、え、2回戦は対戦することになっております。この大阪の快進撃にも注目しながらですね、全米オープンを楽しんでいきたいな、というふうに思います。そして、 我らが西堀 K はですね、今回第6シード。まあ、世界ランクとしては、えー、第7位になるわけですが、えー、第6シードとして出場しておりまして、このポッドキャストを収録している現地30日、日本の実感で言えば、えー、31日の午前0時から、世界ランク97位のベンジャミン・ベッカーと対戦することが決まっております。ブックメーカーのベッ と365が発表したオッズでは、西堀勝利が1.015倍、ベッカー勝利が21倍と、西堀が圧倒的有利というような見方が強いようです。西堀は両五輪で日本勢としては96年ぶりにメダル、銅メダルを獲得し、あとはグランドスラムでの初優勝がゼガヒでも欲しいといったところが本音ではないでしょうか。全米オープンの前哨戦である、 マスターズ大会、ウェスタン・サザン・オープンではですね、両五輪の疲労から3回戦でバーナード・トミックに敗れてしまいましたが、全米オープン開幕前の記者会見では、1週間の休養と調整でいい状態であるということを述べておりました。もちろん、西コリーがどこまで勝ち上がっていくのかということが、まあ、焦点であることは、まあ、間違いないことなんですけども、逆に、西コリーが負けるとすればどこなの というですね、実はおッつもですね、発表されております。まあこれをですね、まあ英語で言うとステージオブエリミネーションと言いまして、今このおつをですね、ブックメーカーのベッド365が発表しております。まあこれについてはですね、実は私、清崎民吉の公式ブログであるミスターブックメーカー清崎民吉の最新ブログ記事で書いていますのでですね、 まあ、詳しくはそちらを見ていただければなというふうに思いますが、ちょっとだけね、ここでも紹介しておきたいと思います。西堀のグランドスラム初優勝への大きな山場はですね、順当に行けば、準々決勝で、リオ五輪金メダルで、第2シードのアンディ・マレーと対戦するところになるのではないでしょうか。先ほどの西堀がどこで負けるのか、 というね、オッズでもですね、この準々決勝が最もオッズが高いですね、2.25倍という風になっております。ね。このオッズを見るとですね、やはりここのアンディ・マレーを倒さなければ、西コリに優勝はないぞというようなところでですね、まあ非常にこの準々決勝も注目したいなと思いますが、まずはですね、西コリとしては4回戦まではしっかりと勝ち上がっていただいて、えー、準々決勝を迎えてほしいなと。 いい状態で迎えてほしいなというふうに思います。この全米オープンは9月11日まで行われます。2014年以来となる決勝の舞台にしこりが立っていることを願いながら、私もですね、全米オープンをですね、追いかけていきたいなというふうに思います。ということで、今回の第57話いかがでしたでしょうかブックメーカーについてもっと詳しく知りたい方は、 ぜひ、ブックメーカー情報局を検索いただき、サイトをチェックいただければなというふうに思います。そして何かお気づきの点や、わからないことが少しでもあれば、トップページの右上にあるメールボタンが問い合わせとなっておりますので、どうか気軽にご質問いただければなというふうに思います。また、ここでは、このポッドキャストで取り上げてほしいことや、この清崎がお送りしているポッドキャストの感想などもですね、募集しておりますので、 ぜひメッセージをいただけたらなというふうに思います。ブックメーカー情報局が配信する The Bookmaker Podcast with 清崎民吉をお聞きいただきありがとうございました。ぜひ、ポッドキャストを購読、そしてレビューを書いていただけると嬉しい限りです。購読のボタンを押すだけで完了いたします。もちろん無料です。そして、ブックメーカーについてまだよくわからないのでもっと知りたいよ。 という方にはですね、特にこのポッドキャストの第1話から第3話をまずはお聞きいただけると、だいぶスッキリされるというふうに思います。ブックメーカーとは何なのか、そしてブックメーカーの一体何が面白いのか、などをですね、わかりやすくですね、私清崎が語っております。さあ、いよいよ8月も終わり、9月に突入します。9月に入れば NCAA カレッジフットボールや NFL などですね、 アメフットが開幕しますし、11日にはですね、大相撲の9月場所も初日を迎え、帰省の里が再び綱取りに挑む場所となります。これからがまたですね、スポーツのシーズンがスタートするということになりますので、ぜひね、ブックメーカーとともに、スポーツの秋を満喫されてみてはいかがでしょうか。それでは、また This has been the Bookmaker Podcast with Kiyosaki Tamiyoshi, aka Mr. Bookmaker, Konu Content Okinitiya, Zehi Bookmaker, Joho Kyoku Okensuku. Or subscribe to this podcast on iTunes. Dewa Minisan, See you next time.